で、結局そのお金は借金ですから返済できなくなればそこで破綻するわけですね、はい。で、要はどん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 その借金の金額、要はお金の金額が増えていけば増えるほど破綻するわけです。必ずいつかは破綻するわけです、はい。で、まあ、その計算をしてみると大体これぐらいに破綻するなっていうのが、それが昨年2008年だ。そうですね、2008年にはもう破綻するだろうっていうのがちょうど計算として出たわけですね、はい、はい。安倍さんがしてきてるその問題に、その、はい、お金を発行するのが、はい、どうもその私たちの考えているその政府であるとかちょっと違うというような指摘があるわけなんですけども、これについて、はい、もう少し詳しく。そうですね、まあ今あの銀行の仕組みというのは、はい、頂点に、まあ、各国の中央銀行というのがあるわけですけども、はい、一番初めのその中央銀行の話をちょっとしたいと思うんですけど、はい、イギリスにできたイングランド銀行というのがで、その頃、まあ、イギリスというのは戦争をしてたわけです。で戦費が足りない、はい。で本当は国家っていうのはお金を作る権利を持ってるんです、ところが、国王はそれを知らなかった、はい。で銀行家がそうやって自分たちがその借金でお金を作り出すっていうことも知らなかった。だから、戦費の調達を銀行家にお願いしたわけですね、で、イギリスの国債を発行してその分、まあ、イギリスの紙幣を出すと。で、そういう形でそのイギリスの戦費を調達したわけです。でそれがイングランド銀行になったわけですね、はい。だから、イギリスの国債が、まあ紙幣という形に化けて世の中に流通をしたという形になります。で、基本的にそのイングランド銀行もはじめ民間銀行でしたし、はい、アメリカの中央銀行の FRB っていうのも、はい、まあ、民間銀行が集まって作っている、中央銀行なんですね、まあ、日本はあの半官半民なんですけれども、ほとんどの国の中央銀行というのは民間銀行の連合なんですね、で要は国家にコントロールできない存在なわけですね。で、国家っていうのは自分たちでお金を作る機能がないわけですから、困ったら銀行から借りなきゃいけないね。だから、まあ、古川さんも借金したとき分かると思うんですけど、はい、借りた人の言うことっていうのは、貸してくれた人の言うことっていうのは聞かざるを得ないような状況になってしまいますね。なるんで、まあ、そうやってその政府の中にですね、銀行家がどんどん入っていって、で国の政策を決めていくようになるわけです。でそうやって、国家自体が銀行家にコントロールをされていくというようなことが、まあ歴史上で起こったわけですね。その今もその状態なんですか。今もそうですね、はい。まあ、アメリカの政府見てると分かると思うんですけど、ホワイトハウスにいるのは大体ウォール街の人たちですね、はい。その例えば FRB ですね、はい、その所有者といいますか、はい、というのがその要するにこのロスチャイルドであるとかそういったウォール街の人という考え方でいいんですか。まあ、ロスチャイルドはウォール街の人というか、まあ、イギリスのシティもそうですけれども、まあ、結局一番初めの段階ではですね、ロスチャイルドがロスチャイルド系のいくつかの投資銀行がお金を出して、まあ、FRB っていうのは12の連邦準備銀行の集合体なんですけど、まあ、その中の最大の大きいのはニューヨーク連邦準備銀行というのが一番そのアメリカの金融政策を決めているわけですけど、そこの所有者はまあほとんどがロスチャイルド系の企業、あとはまあロックフェラーとかモルガンっていう、アメリカの大資本家っていう形になりますね。そうすると、まあ、そういった通貨の発行する権利を国に、はい、取り戻すというようなことは一つ大事になってくるかと思うんですけれども、はい、そうですね、はい。最近はその、まあ、週刊ポストでも政府発行紙幣、はい、政府支援を発行しろという、はい、意見が乗るようにもなってですね、はい、安倍さんの提唱する
地域通貨と、はい、あとこういった政府発行紙幣、違いはどの点にあるんでしょうか。はい、まずその前にその政府紙幣と、銀行の紙幣とどう違うのかというところをちょっと説明したんですけど、その銀行の紙幣っていうのはさっき言ったように借金って書いてあるわけです、はい、だからいつかは返済しなきゃいけない、はい、で政府紙幣っていうのは借金ではないんですね、はい、法律上は紙幣お金の発行権は政府が持ってるんです。で出した分はその分、借金ではなくて資産になるわけです、はい、だから、今日本はものすごい国債を発行してて、まあ、国債地方債も発行してて財政破綻状態っていう状態に一歩手前まで来てるんですけども、何のことはない、政府紙幣を発行すれば、はい、そんなわざわざ借金する必要はなくて、日本のそのいろんな予算をつけて事業ができるわけですね、はい、でただそのやはりその銀行家というものの持つ力が、政府紙幣の発行っていうのを止めてきたわけです、はい、でそれに反対したのがリンカーンとかケネディなんですけども、まあ、彼らは政府紙幣を発行した後に殺されてしまっているわけですね。 で、で政府紙幣というのはその銀行紙幣から比べると優れてはいると思うんですね、はい、ただ、気をつけなければいけないのは、はい、その政府に、高い倫理観が求められる。なるほど、モラルですね、モラルですね、はい、それとその自制心ですね、はい、じゃないと腐敗の温床になりかねない。それと歯止めが効かなくなって、ハイパーインフレを起こしかねないという問題点があるわけです、はい、で、私が提唱しているのは、まあ、単に地域通貨というよりはそのお金の民主化なんですね、はい、でその結局、政府紙幣は銀行から政府にお金の発行権独占が移ったというだけになってしまうので、その民主主義がうまく機能して政府が何かやった時に、その政治家とか閣僚を全特会できるような仕組みがあれば政府支援でもいいと思うんですけれども、はい、そこまでにはまだなってないですね。まあ、日本の政治見てもらえば分かると思うんですけど、もう好き放題なことやってて、ね、腐敗 し放題と言ってもいいような状態になってるわけですから。で、今かなり危機的な状況になってるから、はい、一時的には私政府紙幣の発行には賛成です、はい、で、今たくさん困って、もう家がない人も職がない人もいっぱい溢れてきてますから、必要な事業をいっぱいあると思うんですね。ただ財源がない、はい、これが今の日本の政府の一番の問題で、その財源を政府支援にすると。で、日本に必要な例えば新エネルギー、それから食料の自給とかですね、新しい技術革新なんかも、それから、まあ、今まで、自然を壊し続けてきたんで自然を元に戻すとか、いろいろとやることがあると思うんですけど、でそこに対して政府紙幣を発行するというのはいいと思います。である程度危機的な状況が去ったら、さっき言ったようにその お金の民主化、それから地方分権というのを私はする必要があると思うんですね。で、基本的にはその一番今やりやすいっていうところでは、やっぱり地方政府、まあ、地方自治体ですよね、が発行をして、ただその発行するにしても、例えばうちの県にはこういう事業が必要ですと、でそこに対して住民が直接投票をして過半数が得られれば、それに対して、地方通貨を使ってその事業が行えるとか、そういう何かしら歯止めを作る仕組みを持たないといけないと思いますね、はい、そこがちょっと私の言ってるところと政府改変の違いですね、はい。はい。